ゆっくりドラム講座、コメントに答えるかい？生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から木本東山で歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。いつもご視聴、高評価、チャンネル登録、コメントありがとうございます。毎日の励みになっています。今日はいただいたコメントの返事をしたためようと思います。長吉健一さんから、マイクリップはパフォーマンス、その手のマサンドを置いて、さっきのマイクリップを出しました。ツートパスマイクリップの電話に反応して、レベルの音が出てきます。それで、さっきのマイクリップの問題でしょうか。手のオーディオに設定して、手を出してのパリングルってことが出せるか、パまとめますと、三脚やマイクスタンドにスマホを固定してドラムを演奏しているところを撮影してみたら、バスドラの振動で揺れてしまって困っています。ってことですね。この原因は、スマホの手ブレ補正が逆に作用して揺れてしまうってことです。揺れるってどういう感じかというと、こういう感じです。叩きます。バスドラ踏むたびに画面が揺れてますね。手ブレ補正機能を切ることができればどうにかなるらしいのですが、イプホネは手ブレ補正オフにできないのでどうにもならないのが現実です。なので耐震ジェルをスタンドの足元に設置するとか、どうにかして揺れを小さくするしかないですね。スタジオが広いなら遠くから撮影してズームで調節する方法もあります。いっそのこと諦めるって手もありますね。演奏動画としてならバスドラ踏むたび振動で揺れるってものすごいパワーがあるように見えて、なんかかっこいい気がします。で、初にドルム F さんからおすすめのハイハットとかも知りたいです。悲しいことに廃盤になりましたが、ジルジェンポケットハイハット13インチが好きです。で、初に50キャさんから、投稿お疲れ様です。こういう変動詞の練習は基本的な 4.4 がしっかりと叩けるようになってから練習した方がいいのでしょうか。まだまだ初心者でどんな練習が向いているのかも作中なので、もしよろしければ一言ご連絡いただけると幸いです。8分の7拍子とか4分の5拍子といった変拍子はほぼ使うことがないので、できたら良いかなってくらいです。そういうのは置いといて、まずはダウンアップ奏法を使って8ビートを叩けるようになるのがドラマーとしての第一歩です。上の動画で覚えましょう。次、メロンパン豆腐さんから、ストロークの使い分けしていただくことも大事です。またストロークの使い分けになれております。計画的に組んでいるよりも大事な練習しています。特にストロークになれ、中々ともに組んでいるよりも使い分けは選択するようになるでしょうか。やはり中々から使い分けするものなんでしょうか。4つのストロークの使い分けが難しいですって話ですね。ご安心ください。ストロークの使い分けは簡単なように見えますが、むちゃくちゃ難しいです。なので焦らず一歩ずつ頑張りましょう。で、初に 12SR のリドア3枚系12型マーチさんからボンゾの話題が出てきましたね。星集合星ウプ主さんは LB417 は好きですが、 LB417 って何かというと、ラディックのブラックビューティーってど定番スネアです。ウプ主さんは値段以外は LB417 好きです。で、は次、バンタム MGL さんから、高速2バスを踏めるようにするにはどのような練習をすればいいですか。友達からの誘いは全部断り、1日8時間ひたすらツインペダルを踏むとできるようになります。魔法なんかありません。地味な練習の毎日の積み重ねです。踏むんじゃなくてバスケのドリブルみたいにつくんだってよく言いますが、その動きができたらすぐ早く踏めるってわけじゃありません。動きを覚えてからはその動きを速くする練習が必要です。動きを覚えて、あとは毎日その動きを反復練習。そうすれば速くなります。テンポ180で踏もうと思ったら、だいたい半年はみっちり練習が必要です。友達がいなくなるまで練習頑張ってください。大丈夫、友達いなくてもドラムは叩けるし、ツインペダルをマッハで踏めるようになるとまた友達ができます。大切なのは諦めないことです。改めまして、いつもコメントありがとうございます。もう試合終了していいかなって思う時もありますが、皆さんのコメントのおかげで頑張れています。本当にありがとうございます。より一層かっこいいドラムを叩きたい方は、ドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画を投稿しているのでチャンネル登録はせずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投稿者は私の基本になります。またお別れです。ねえ、簡単でしょう。